こんにちは、ヒデオです。バンコクの南東150キロにあるパタヤジョムティエンビーチでロングステイしています。今日はジョムティエンビーチおすすめのホテルのご紹介です。ホテルアガット、私がおすすめするホテル、こちらになります。ジョムティエンのホテルアガットの前に来ています。ここは日本からパタヤへ遊びに来たいという私のお友達にいつも、おすすめするホテルになります。ビーチからの近さ、居心地の良さ、お部屋の快適さ、従業員の皆さんのフレンドリーさ、どれをとっても素晴らしく、私はいつもここをおすすめしています。ホテルアガットの場所はパタヤとジョムティエンを結ぶ幹線道路、タプラヤロード沿いになります。ビーチからは300メートルほどの距離のところになります。目印はこちら、黄色い看板のミニスーパートップスジョムティエン店。このお店の前でタプラヤロードは中央分離帯が途切れています。パタヤ方面からですと、この中央分離帯を右に曲がってホテルのエントランス看板がありますので、こちらの看板を目印にこちらの路地を入っていきます。するとホテルがあります。ホテルの Google マップ情報を概要欄に貼っておきます。ジョムティエンビーチからはタプラヤロードを300メートルほど戻ったところになります。タプラヤロードには運賃10バーツ35円で乗れる路線尊店が走っているので、ビーチへ行くにもパタヤ市内へ行くにも便利です。ホテルを出てすぐのところにはサブウェイサンドイッチやセブンイレブンのコンビニエンスストアがあり、にぎやかな通りになっています。こちらがホテルアガットの正面入り口になります。4階建ての建物で8年ほど前にオープンしました。正式名称はザ・アガットパタヤブティックリゾートです。まあ、ブティックを名乗るだけあって、どちらかといえばこじんまりしていて、かつデザイン度の高い、ホテルになります。では正面玄関を入ってみましょう。中に入って、左手がレストラン、朝食会場になります。中央奥の方に、プールがありまして、右手の方が、フロント受付になります。フロント係の方はシャイなので画面からは外れられました。このホテル、明るさとトロピカル感が全体的に漂っています。宿泊料金はネット検索で見るとおおむね税金サービス込みで1泊1400バーツとなっています。この受付に直接来て予約をすると、それが1000バーツ3500円になるので、さらにお得です。ホテルは新型コロナの影響によりずっと閉館していたんですが、先月2021年11月16日から再オープンしました。現在はまだソフトオープンということで、レストランはクローズしています。ただ周りには朝食がいただけるレストランはいくつかありますので問題ないかと思います。さらに奥へ進むと、中庭のプールがあります。緑豊かなプライベート感たっぷりのプールです。このホテルの滞在客の皆さんの多くは、ビーチで時間を過ごされます。その分このプールは貸切状態で使えることが多いです。なのでプールサイドで時間を過ごすのもおすすめです。今後の状況の改善次第で、レストランおよびプールサイドバーは再開の予定です。では上のフロアの方へ行ってみましょう。熱帯魚の水槽があったりして、トロピカル感を演出する工夫がそこかしこに見られます。ではエレベーターに乗り込みましょう。エレベーターはシースルーになっていて、中庭とプールが見下ろせます。屋内と屋外の境界を意図的に曖昧にして、緑をたくさん配置しています。わずかな距離ですが、このエレベーターに乗っているだけでテンションが上がります。1週間前に雨の季節、雨季が終わり、ベストシーズンの寒気でいいお天気です。建物は四角い直方体のビルではなく、2つのプールを取り囲むようにぐるっと建てられており、
ちょっと複雑な構成です。その分廊下をブラブラ歩くのも変化があって楽しいです。今回はホテルのフロントにお願いして、こちらの305号室を見せていただくことにしました。はい、こちらです。はい、こちらがホテルアガットの、305号室になります。プールビューのとても、素敵なお部屋です。必要なアメニティが、全て揃っていて、プールが見えます。こちらプールを見下ろすような感じになります。結構トロピカルな雰囲気が、出てまして、で、このテラスで、くつろいで、お茶を飲んだりすることもできます。こちらの部屋で1泊1000バーツ3500円になります。十分な広さです。私身長183センチですが、本当にベッドもゆったりしてて、とても、気持ちのいい空間です。落ち着いていて、リラックスできるお部屋になります。バスルームはこちらになります。タオル類に、こうヘアドライヤーですとか、アメニティが一通り、揃っています。シャワーは上からこうハスの葉タイプで、降りるタイプになってます。あとヘアシャンプー類とかも揃っています。オリジナルの、ロゴが入ってます。プールや海で泳いだ後、ここで快適にシャワーを浴びることができます。では再び外へ。このホテルのユニークな乗り物をご紹介します。こちらがこのホテルのトゥクトゥク、電動カートになります。これでこのホテルから半径1キロくらいのところはどこでもいつでも、無料で連れてってくれます。スワンナプーム国際空港行きのジョムティエンバスターミナルですとか、あるいは、ビーチ、それにビーチ近くのレストラン、どこもこの、ソンタウで、行ってくれます。もう見ての通りこのすごく目立つ車体で、これに乗るといかにもタイランドに来た、ジョムティエンビーチに来たという気分を満喫できます。このトゥクトゥクサービスがあることも、私がこのホテルをお勧めする理由の一つになります。以上です。いかがでしたでしょうか。今日はジョムティエンのホテル、ホテルアガットのご紹介でした。この動画が面白かった、役に立ったという方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。